じゃあ俺たち高等士官学校に入学できるんですか？入学させられるという方が正しいかもしれないね。帝国騎士はすなわち軍人で、軍人は軍の命令に逆らえない。やってくれたねお姫さん、見事に僕の人生設計をぐちゃぐちゃにしてくれた。殿下、栄誉には感謝しております。しかし帝国騎士とは軍人に授ける勲章だから騎士なのであって、騎士号を与えられた者が軍人になるのは順序が逆です。こんな前例は前例はない。だからそなたたちで作った統一賃代の敗北は国民から見れば負け戦以外の何者でもない。さしずめ僕たちは人心を安堵させるための英雄ってわけだ。正解だ。そなたらの知らせだけが国民の灯火となっている。これを政治に利用しない手はない。ねえお姫さん、こんな形で僕たちを囲い込んで一体どうするつもりなんだ？その疑いを不思議な人は何だろう。ランマベッツのッチ人一人がいりませんか？史上屈指の名将で、そしてそなたが師匠と呼んだ人物、科学とかいう考え方を最初に唱えたのは昨年清霞に亡命した老博士、特進者ハナライ・カーンであろう。そんな呼び方、あのじいさんには褒め言葉だね。まだ知っているぞ。母の名はユーカ・サンクレイ。色好みの人材だ。間違ってるんですか？何になる禁じるものや。もう一本でも母さんを予測してみろ。もう気でねえぎっすか？いいよ。例の気球が帝国側の海に落ちて、日本中で街が乱れたように若き勇者たち全員の軍の昇級を命令に挑む。マンマベッツの淵、らしくないあんたをよく見る気がするわね。ねえヤトリ、君は試験の首席とは比べ物にならない帝国騎士という栄誉を得た。君にとって記念すべき日だ。そうだよね。対して僕はどうだろうか。これがまるで鏡写しでさ、文句なしに人生最悪の日だ。母さんを亡くした人、甲乙つけがたい。今日僕は
人生で絶対になりたくないと願っていたものに三つ同時になってしまったんだ。貴族、軍人、そして英雄にね。帝国歴905年12月、ハザーフリカンの戦死より数日の後、生田ソロークは軍人となった。士官学校の騎士団。この番組はワーナーブラザースホームエンターテインメントとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。이곳은사람인의인공지능취업센터사람인이연구한빅데이터로당신이찾지못했던일자리까지추천합니다사람인의인공지능취업의기준이되다사람인まずは諸君、このカトバーナ帝国軍中央基地付属高等士官学校への入学を祝福しよう。先だってシャミーユ第三王女殿下を敵地から救い出し、帝国騎士の地位を与えられた5名が含まれている。そしてシャミーユ殿下ご自身もまた御年12歳という若さで君たちと共に学ばれることとなった。これに大いに刺激を受け、皆精進してほしい。Bye.
この番組はワーナーブラザースホームエンターテインメントとご覧のスポンサーの提供でお送りします。アキアキ走れ、周回遅れだぞ生田さん。奥地いっそ荷物をまとめて故郷に帰れ。まったく、そうさせてほしいと。声が小さい。さあ、イエッサー。一体何の罪で僕はこんな目に。元気を出して、イック。午後はボウガンの訓練に、座学と締めのマラソンぐらいだよ。それで励ましてるつもりか。あと一君言うな。いやー、のろまな帝国騎士様。君たちはお前にとっておきの勢力剤を用意してやったぜ。おらよ、遠慮なく食えよ。なんだ、やる気か。どっせい。ごちそうさま。ムカデは牙に毒があるから頭だけは落とさないと危険なんだ。うん、次からよろしく。行くぞ。敵を知らないにも程があるわね、幾多に虫攻めなんて。それでも今のはひどすぎるよ。私なら我慢できません。やり方が子供っぽくて微笑ましいじゃないか。なーに、ああいうのは無視するのが一番だ。弱い犬ほどよく吠えるってね。マシューが言うと説得力があるよ。なんでそこだけハモるんだよ。護衛ご苦労、手間をかけるな。痛み入ります。どうぞ心置きなく勉学にお励みください。엄마1년차보험1년차마흔해본늦둥이라보험부터들었죠우리딸대학갈때쯤20년차엄마는좀힘에부쳐도20년차보험은쌩쌩할테니까믿음직한엄마가되어줄수있도록보험이이랍니다삼성생명이이랍니다삼성생명痛み入ります。どうぞ心置きなく勉学にお励みください。隣構わないか。ソローク順位。机も椅子も僕のものじゃないですからね。どうぞご自由に、シャミーユ順位殿。静かに基礎用兵学の授業を始める。では第2章第32ページ。アブヒリアの撃破戦。正解です。では、この戦いの戦士的な意義を述べたまえ。ソローク順位。帝国側の指揮官はイルスヒムギョルゴ大尉。彼率いる独立大隊800名はアブヒリア湿原にてヤポニク軍の三個中隊計1600名によって包囲され。殲滅される瀬戸際でした。普通なら撤退するところ、彼は兵士たちを身軽にし、三方向から来る敵軍を合流する前に一つずつ叩いた。すなわち、格好撃破戦法です。この戦いの歴史的な意義は、戦略的敗北を戦術的勝利が覆す実例を作ったことだと言われます。よろしい。しかし本当にそうでしょうか。大尉の軽眼は、敵味方の兵力がいつの時点でどの辺りにいるかを読んだ点にこそある。わかるかな。戦いの場所と互いの兵力比だけを判断材料にしていた戦争に時点ごとの部隊の所在という新たな基準を追加した。これが彼の本当の功績なんだよ。ソローク順位。それを正しく受け継ぐなら僕らは戦場の地図を漫然と見ていちゃならない。
リアルタイムで動き回る兵力を目隠し将棋をするように想像すべきなんだ。以上。悔しいけど、お前の腕なら敵の指揮官を狙い撃ちできそうだな。ありがとう、マー君。遠くの敵を撃てることは大きなアドバンテージだから、まずはそれを極めたいと思っててね。そりゃまた。トルルじゃないか。見ろよ、スシュラ。帝国騎士様のお出ましだぞ。久しぶりだな、トルル。俺たち、北方の陳代から今日帰ってきたばっかりでさ。トルルの友達かい？俺はサリハス・ラグレミオン。一応こいつの兄なんだわ。で、そのでかいのはスシュラフ・レミオン。君は？マシュ・テトジリチ順位であります。ああ、第三王女を助けた5人の一人だよな。いや、兄として礼を言わせてもらうわ。足を引っ張ったんだろう？うちの弟。いや、トルウェはちゃんと無理にかばわなくてもいいんだって。遠くの的は器用に撃つけど、それは敵から離れたい一心からさ、どうしようもないビビリだよ。だよな、トルル。一心からさ、どうしようもないビビリだよ。だよな、トルル。だからね、マシュー君、こいつはちょっと形勢が不利になれば仲間を放り出して逃げ出すに決まって。僕は逃げたりしない。なあ、トルル、なんで俺の話の途中に割って入ってんの？僕はなんだって？はっきり言えよ。僕はお兄様の顔を見るだけで不愉快だ。お兄様ってば今すぐ顔面から爆発すればいいのに。アルデラ教の聖典に曰く、腹黒いサドイケメンに情状酌量の余地はない。安心しろ、頭は取ってやる。イックン。だからイックン言うなって。なんだお前、トルルの友達か？イケメンにも許容できるものとそうでないのがいる。お前は後者だ。顔面裁判一審有罪、執行猶予なしで爆発しろ。生きた。俺の言った通りだ。目の前で仲間が殴られているのに止める度胸もない。お前さん、佐渡で腹黒の上におつむも悪い三重苦か。持久戦であんたみたいのが指揮官だったら敵の挑発に乗せられて攻撃攻めて終わりだよ。てめえ、まだほざくか。ああ、ほざくとも。殴りたい時に殴るのが原始人、攻めるべき時に攻めるのが軍人、そして言うべきことを言いたい時に全部言うのが生田ソロークだ。레아와케인그리고모험했던얘기를하도많이들어서혹시함께했던것만같아요난데가知らないけど任されたわ。軍人主義였지。軍人同士の交流は核も激しいものだな、ヤトリ。シャミー王女殿下。はい、おそらく生田は先輩方に組手の相手をしてもらっていたのでしょう。生田ルールは5対1のダウン後追撃ありかな。了解。では負傷や取り締のイグセム、ダウンした彼に代わり相手を務めます。どうぞ再会を。バカにすんじゃ。さて、お次は。調子に乗るな。
やめろスシラ、もういい。組手はもう十分だ。姫殿下、我々は失礼させていただきます。これで済むと思うなよ。見る、氷出して。お腹痛い、背中痛い。心配しなくて大丈夫よ。幾多は見た目によらず頑丈だから。そんな、僕のせいで兄様たちに。何勘違いしてんな、イケメン。佐渡イケメンの声に安眠妨害されたから仕返しをした、それだけだ。無茶しすぎだろう。分かっているぞ、ソローク。余と雇いが通りかかることを見越した上で喧嘩を売ったのだろ。ねえハロー、そういうことを得意げに言っちゃうお姫さんに、年長者から素敵な言葉を教えてあげてくれないかな。あ、言わぬが花。あ、すみません。おい、トルウェイ、持久戦の定義って知ってるか。決戦を避けて時間を稼ぎ、チャンスの到来を待つために行う戦いだよね。分かってるならいい。이곳은사람인의인공지능취업센터사람인이연구한빅데이터로당신이찾지못했던일자리까지추천합니다사람인의인공지능취업의기준이되다사람인때시간을稼ぎ チャンスの到来を待つために行う戦いだよね。分かってるならいい。ま、それが一番難しいんだけどな。いいか、貴様らはこれより帝国軍の正体を一つずつ預けられる。心して責任を受け止めろ。さあ、イエスサー。雇り師のイグセム中尉、衝撃兵第一訓練小隊、慎んで拝命いたします。トルウェイ・レミオン中尉、風獣兵第一訓練小隊、慎んで拝命いたします。イクタ・ソローク中尉、交渉兵第三訓練小隊、慎んで拝命いたします。小隊長就任おめでとうございます、ソローク中尉殿。よろしくご指導のほどを。こちらこそよろしく頼むよ。総長、君の名前は？私の名前でしたらすでにご存知かと。嘘、どこかで会ってた？スーヤ・ミッドカリフ総長です。2年前、母が随分とお世話になりました。あ、君もしかしてアミシアの？ええ、娘です。でも順位殿、もう二度と気安く母を名前で呼ばないでもらえますか。たかが真男の分際で。不倫相手の娘？人妻に不義を強いたのは感心しないわね。離婚したと聞いてたんだよ。とにかく正体の兵士全員にこれが知れ渡ってるみたいでね。誰も僕の言うことを聞いてくれそうにないんだ。そもそもスーヤが指揮させてくれないし。自分で解決しなさい。同情の余地が1ミリもないわ。分かったよ、もうお前らなんか頼らないよ。姫殿下どうかそのままで。トルウェも追うのはやめなさい。しかしアトリ、僕一君に助けられてばかりだし。あいつ自身の不注意が招いた事態よ。単純に心配無用ってことよ。この程度で打つ手に詰まるようなら、イクタ・ソロークは最初からここにはいないわ。止まれ、全体左。連度はなかなか。ざまあ見ろ、兵にしかとされてるぜ。あいつ身の程を思い知らせてやらないとな。やられた、やばい、やばすぎるぞ。何がやばいんですか？模擬戦だよ。演習の詳細が張り出されたんだ。6つの小隊で二手に分かれてペイント弾で戦うってやつだよね。問題は組み分けだ。一方が俺と生田とトルウェイの部隊、もう一方がヤトリとサリハスラグ隊とスシラフ中尉の部隊なんだよ。へえ、僕たちをいじめるために現役士官殿が演習に参加するとはね。あの二人がそこまで私をついてくれたのも意外だわ。
のんきなこと言ってる場合かよ。ごめん僕のせいで。あ、思い上がるなイケメン。どう考えても復讐のメインターゲットは僕だろう。ぶっちゃけマシューとかほぼ巻き添えたな。同感だわ。マシューは哀れよね。だからなんでそういう時だけ息が合うんだよ。そういやハロの衛星兵招待は、私たちはどちらの陣営にも属さないで負傷者を救護することになると思います。他人の心配してる時じゃないだろう。まあ落ち着けってマシュー、所詮演習だ。僕たちは本物の死と隣り合わせの経験もしてきただろ。じゃあ僕はちょっとピンチをちゃん。엄마1년차보험1년차마흔해본늦둥이라보험부터들었죠우리딸대학갈때쯤20년차엄마는좀힘에부쳐도20년차보험은쌩쌩할테니까믿음직한엄마가되어줄수있도록보험이일합니다삼성생명이일합니다삼성생명僕たちは本物の死と隣り合わせの経験もしてきただろ。じゃあ僕はちょっとピンチをチャンスに変えてくるかな。で、何の用ですか。次の訓練でも式には口出し無用ですが。取り付く島もないな。それって僕が君のお母さんと関係を持っていたせい？違います。なるほど、市場で軍機を乱しているわけではないと。じゃあどうして？それはその。